東京ドームシティアトラクションズは東京ドームシティ内にある都市型遊園地。旧称は、高楽園遊園地。株式会社東京ドームが運営している。1955年7月9日に高楽園遊園地として開場。その後、施設のリニューアルを繰り返してきたが、2003年5月1日に、 遊園地北側部分の再開発によるショッピングセンターと日帰り入浴施設及び新設アトラクション等で構成した複合施設ラクーアの開業に合わせ、それに先立つ2003年4月17日に遊園地全体をフリーゲート化し、同時に東京ドームシティアトラクションズという現在の名称に変更した。ラクーア開業による新規アトラクションの導入により、 大人志向のアミューズメントパークへ変貌を遂げた。ラクーア側とバイキングゾーン、パラシュートゾーン側は都道434号で隔てられており、アトラクションズの来場者は通常都道434号直下に設置された地下通路で往来する。古くよりテレビ朝日系列で日曜朝に放送されているスーパー戦隊シリーズのヒーローショーを売り物にしており、毎週土曜、 日曜と祝日に開催している。劇場への入場時にレッドと握手ができることから、テレビ CM でスーパー戦隊の歴代レッドが発する、後楽園遊園地で僕と握手のキャッチコピーは有名で、現在でも東京ドームシティデーとキャッチコピーを変えて使われている。ただし、コロナ禍以降は握手ができなくなったため、僕と握手の箇所のみ、 別のセリフに言い換えている。2000年代までは、最新作までの5年間のスーパー戦隊過去作や、仮面ライダーシリーズメタルヒーローシリーズのヒーローが登場するショーも、夏や正月に行われていた。さらにシリーズの期間中2回は、変身前の役者が出演する、素顔の戦士公演を実施している。スーパー戦隊シリーズでは、後楽園遊園地時代から、 番組のロケを園内で行うことも多い。また、当地で開催されたハロウィーンの仮想イベントが、現在ではコスプレフェスタ、レイヤーズパラダイスなどの名称で、現在も開催、これが後に各地の遊園地、テーマパークで行われているコスプレイベントの元祖となっている。2019年には当地で世界コスプレサミットが開催された。 2010年から2011年1月にかけてアトラクションに起因する人身事故を相次いで起こし、この2011年1月末から長期間営業を休止することとなった。その後社内安全対策の確立を受け、同年6月1日から一部のアトラクションで営業を再開した。ビッグ・オート・サンダードルフィン。 スピニングコースターマイ姫の事故を受け2011年1月31日以降、全アトラクションが営業を休止していたが、同年4月2日より、シアタージーロッソが再開した。また、同年6月1日より安全対策を確立したとして、タワーランド内アトラクションとサンダードルフィンを除く10種類のアトラクションに限り再開した。タワーランドは、大屋根が撤去完了後、 一部のアトラクションが同年10月14日に営業再開した。イかカッな内はアトラクションの合言葉。挨拶急所はコースターランド。2003年5月1日のラクーア開業に伴い名称変更された。クリスマス時期は特別バージョン。急所はタワーランド。2012年3月16日より新たに2機種のアトラクションが開業し、名称変更された。 この際に長年存在した大屋根を撤去している。次のアトラクションでは少ない待ち時間で乗れる時間、指定のスキップパスが数量限定で販売されている。スキップパスとは別にアトラクションチケットも必要コースターランドタワーランドパラシュートランドラクーア、タワーランド、バイキングゾーンパラシュートランド、パラシュートゾーンジオポリスただし、東京ドームグループの CM が 札幌高楽園ホテルや熱海高楽園ホテルなどに差し替えられている地域は除く。東北地方太平洋沖地震の発生を受けたもので AC ジャパンの CM へ差し替え。テレビ朝日ほか一部系列局では熱海高楽園ホテル、朝日放送などは東京ドームホテルの CM を放送していた。ありがとうございます。